望遠鏡は、オランダ北東部、ミドンドレンテのウェスターボーク村の北に立地している、電波望遠鏡である。東西 2.7km の気線上に、合計 25m のパラボラアンテナ14台が、設置されており、電波干渉計として機能する。イギリスのマラード電波天文台にあるワン、マイルテレスコープや、ライルテレスコープと似た形状をしている。 14台のパラボラアンテナのうち10台は固定されているが、残りの4台は2本の線路を使って、機線上で位置を変えることができる。WSRT は1970年に完成し、2000年頃に大規模な改修を受けた。WSRT は 120MHz から8、3GHz までのいくつかの周波数帯で観測を行うことができる。 WSRT は世界中の電波望遠鏡と組み合わせ超長期線電波干渉法で巨大な電波望遠鏡の一部として使うことができる。特にヨーロッパ VLBI ネットワークの一部として活躍している。WSRT はオランダの天文学研究機関アストロンによって運営されている。ありがとうございます。